どうもこんにちは、ハーブコーディネータートミーです。一問一答シリーズですね。今日の一級編の問題ですが、2問目の問題になります。タイトルは別名ビターオレンジというタイトルになっております。まあ、この白色の花びらが特徴の、植物に関する精油の問題ですね。はい。まあ、この、まあ、ビターオレンジ、柑橘系はですね、わかりやすい問題が多いんですけども、まあ、この、植物はちょっとね、はい、特殊と言いますか、まあ、出題頻度はたまにっていう感じで、まあ、そんなに多くないですけど、触れていなかったので、触れていきたいと思います。では、問題に行きましょう。はい、問題です。3つ目、ビターオレンジと呼ばれる以下の写真の原料植物から得られる繊維を1つ選びなさい。選択肢いきます。A はネロリ、B がレモン、C がゼラニウム、D がミルラとなっております。はい、まあ、一番オーソドックスな原料植物の写真から、繊維を選んでいくという問題ですね。まあ、冒頭の 1,2 問で最初に出題されやすい問題ですね。まあ、こういう系は、まあ、基礎中の基礎になりますので、うん、結構原料植物のね、写真がわからないとね、精油がもうわけわからなくなることが多いので、写真はね、めちゃくちゃよく見て押さえておいてほしいですね。もうパッと見た瞬間に、何の精油かわかるようにしてほしいです。はい。では、答えに参りましょう。答えはですね、もちろん A のネロリとなりますね。まあ、この白色な花びらが特徴の精油となっております。はい。ではもうサクッとキーポイントネロリについて見ていきたいと思います。はい、ビターオレンジという原料植物から得られる精油でして、別名はダイダイとも呼ばれていますね。まあ、この赤文字2つがよく主題傾向にあります。はい。で、花よりですね、水蒸気蒸留法にて抽出していく精油です。まあ、ここはそんなにひねりがないので、まああまり主題はされないですかね。はい。あと補足ですと、果実などからも一応抽出されるものもネロリと言ったりしますけども、まあ、ベースは花で押さえておいてほしいですね。はい。あとは、葉っぱですとか、ここに書いてます。葉っぱや、小枝などからも、得られることもありまして、それは、違う言い方しますね。プチグレンとも呼ばれていたりしますね。はい。神でしたけども、すいません。プチグレンとも呼ばれています。はい。あとは、イタリアのネロラ公国の公妃が愛用し、それが流行したことからネロリと呼ばれるようになったという、まあ、このくだりも、問題文の中にも出題されやすいので、まあ、結構ね、ネロラ公国と書いてあった瞬間に、ネロリと結びつきやすいので、まあ、出てきたらラッキーと思って答えてほしいですね。はい。まあ、ここは、まあ、そんな感じで大丈夫ですかね。はい。ネロリについて、白い花びらとセットで押さえておいてください。はい。では、今回は以上でございます。残りわずかとなりましたが、試験に向けて頑張って覚えていきましょう。また次の動画で、バイバイ。